さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。奴らはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。ああ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。
ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろ。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕、孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。ご飯。ありがとう。
どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ次はどいつだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギャー、お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヤムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さてどいつから片付けてやるかな。わかった。ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。とどめだ。ジャオズ、何をする気だ。ジャオズ、やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、
仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど、やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。くそ、何をしてるんだよ悟空。奴らはどっちにしても人類を全…お父さん。ピコロ、お前はいざとなったら…どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。余計な心配をする暇があるなら…ピコロさん…早く来てくれ。なんだガキ、もう俺たちとやろうってのか。どうした、もうカカロットを待たなくてもいいのか。時間はもうないぞ。残り時間はもうないぞ。
時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ、やつしかいない。孫悟カカロットか。どれ。ん、ベジータ、こいつらの言ってるな。カカロットかどうかは知らんが、もうす戦闘力5000ほどのやつが。バカな。スナッパー、そいつらを殺せ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星にカカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実。ピッコロさん逃げて。お父さんが、ピッコロさんが死んじゃったら。てめえだけで食い止められ。食い止めるだと、この俺を。僕がやるんだ。バカだ。魔漢光殺法。すげえことやってくれるじゃねえか。腕がちょいとしびれちまった。お前のサイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。Come on.
金の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。太陽剣。バカだ。どうした貴様ら、もう終わりか。
よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧。頼んだぞ。ミサポポ、いつもすまん。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。
いやがんな。さっさと片付けちまうか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ。てめえなんてこのナッパ様もかなうわけがない。待ってた割には大したことねえな。なんだと。じゃんけん。おめえのエリート戦士だ。下級戦士に舐められてたまるか。てこいナッパ、俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。
しまった。カイオーケン。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何よ、ベジータ！動けないサイヤ人など必要ない！二人とも今すぐ、あいつの強さは、そうだ悟空、どうせならみんなの死体までむちゃくちゃになって生き切った時って、ドラゴンボールは残念だけど、クリリンさんな、なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつ勝てたらか。悟空よ、いつもお前一人絶対死ぬなよ。ああ、ごはん、父ちゃんが、はい、場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。さあ、戦う場所言っておくが、逃げても無駄だぞ。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。ベジータに勝って、後で聞かねえとな。いねえだろ、なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだけどな。バカなアゲア！ジャンヘンブー！はっ！よっ！はっ！よっ！はっ！よっ！
こんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かった、見せてやるさ。よっ
前のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。ナッパのやつを倒したときはこんなもんじゃなかったはずだ。マリックホーンよっ。諦めて開き直ったが喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。Yeah!
喜ぶがいい。オスカーカカロット、貴様のようなパシー戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。そんな程度じゃないだろ。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。ありゃジャンプ警軍。ふっよっ。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。乗れ！
喜ぶがいい。貴様のような下級者にしか超エリートに遊んでもらえるんだ。ボスか、倒そう。そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。ハリッコホのような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。どうしたんだろう。そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。待って、見せてやるぞ。やりっこ。
Yeah.